2022年も皆様にとって米国株で成果が出ますようご祈祷させていただきます。はらいたまえ、きよめたまえ、かむながら守りたまえ、先きわいたまえ皆様ようこそ、高校生でもわかる米国株へお参りいただきました。 皆様新年明けましておめでとうございます2022年も高校生でもわかるベーコンカをよろしくお願いしますはいお話し,しますよはいということでやってきました2022年ハナコ13 そもそもがキャッシュウッドになりたいのということで2021年から始まったんですがその前に去年の花ハサー30の結果を見てみたいと思いますこの動画はもうご覧になりましたか米国個別株トップ30それでは2021年の花ハサー30ベスト101位アマゾン上昇率4.64% 2位、アップル、上昇率 37.22%3 位、アルファベット、グーグル 67.83%4 位、GE12.79%5 位、テスラ 44.81%6 位、チポートレ 32.53%7 位、ゴールドマンサックス 44.36%8 位、TSMC7.71%9 位、ソニー 38.72%10 位、レイセオン25.76%アクティブファンドが総崩 れの中花子サーティー結構いいんではないでしょうかトップ10にはマイナスのものが一つもありません1位のアマゾンは自社株買いをしないものですから5%弱といまいちだったもののにアップル37% 3位、Google 67、67%です。Amazon と Google の差は自社株買いだと思います。Google の自社株買いはすごかったです。ゴールドマンサックスは IPO で儲けたと思うので、ちょっとずる賢いんですよね。ただ頭がいいのでリストに載せています。4位、GE と8位の TSMC が途中でこけたものの、クス四十四4 4セントソニー三十八パーセ4 4 Sony38%、十五パーセ2 5と S&P 超えが続々とあります。GE は分社化して航空部門だけになるようなので、で 電力関連に期待していた私とはすれ違ってきたので一旦今年のリストからは外そうと思っていますエジソンは電気ですからね電気部門が上場したら買うかもしれませんそれでは去年の花ハサーティ1 1位から20位11位オラクル上昇率 36.8%12 位 ASML59.23%13 位マグナ 16.11%14 位インテル3.68% 15位、ペイパル、マイナス18.69%、16位、アプライドマテリアルズ、81.14%、17位、アドビー、16.84%、18位、コインベース、マイナス23.14%、19位、クアルコム、23.14%、 20位、新越化学工業0.86%。こちらはマイナスが2つあるものの、勝ち組みは結構良かったです。中でも半導体装置の16位のアプライドマテリアルズは81%上昇。 同じく半導体装置の12位の ASML も59%上昇しました。そして半導体ファブレスのクアルコムは23%上昇と S&P より下回りましたがまあまあいいです。ここで PayPal が18%下落してしまいましたが、これは最近の BNPLIPO 株に足を引っ張られたと思います。一緒にしないでよ。激横花子。 コインベースも黒字の IPO でしたが IPO の陰りとともに足を引っ張られました。コインベースは今年はまだいけると思います。マグナはアップルカーと何かあるかと噂されたものの何も起きませんでした。そもそも中国との提携の心配もあったので今年は外します。アドビも実力はありますがアナリスト野郎の格下げで足を引っ張られましたが決算書はいいです。今年も外しません。半導体で私が押しているインテルはまだ工場建設中なので反撃はまだですが次回は順位上げます。 いい会社の場合、株価は上がらない方が伸びしろがあります。TSMC は前半調子が良かったんですが、落ちてきました。TSMC なしでは成り立たない状態をアメリカ政府が気に入らないので、インテルや IBM 推しになっていますから、ちょっと今年は順位は落とします。新越科学はウェハーの世界シェア一番ですが、日本政府に足を引っ張られています。でも、募金枠で株は私は保有しています。サムコも日本の楽天証券で100株持っています。私の保有は売りませんが、やっぱり成績を良くしないといけないので、このリストからは外します。 日本の半導体頑張れ最後に21位から30位21位マイクロソフト上昇率 54.49%22 位クラウドストライク上昇率 2.12%23 位ロイヤリティファーマーマイナス 14.9%24 位ネットフリックス 15.22%25 位ホームデポ 57.25%26 位ターゲット 30.29%27 位サンパワーマイナス17.54% 28位パランティアマイナス 22%29 位 C3AI マイナス 73.96%30 位セールスフォース15.35%マイクロソフトとホームデポはそれぞれ54%と57%となかなか良かったですね。ターゲットも30となかなか良かか良ったです ネットフリックスも実力ある会社なんですが15%と S&P よりは下でしたロイヤリティファーマはこの動画の2週間後にインフォシスに変えますと言いましたが一応動画の中ではロイヤリティファーマなのでそのままにしますが薬の権利を買ってビジネスをする会社で頭がいい人たちが多いし容量がいいんだけどちょっとつまんないなと思って外していましたクラウドストライクは前半調子良かったものの2%上昇で終わりました クラウドストライクも IPO 株で期待はしていたんですが、今年は IPO サーズ系はやはりあまり良い,い評価は受けないと思うので、今年は外します。27位サンパーマイナス17%、28位パランティアマイナス22%、29位 C3AI は特にマイナス73%とやられました。 この中でパランティアはまだ希望を持っていますが、サンパワーと C3AI はリストから外そうと思います。C3AI は途中まで赤字縮小していたのに、突然販管費が多すぎで赤字拡大したのでやめます。セールスフォースは15%と伸びが弱かったですが、やっぱり最近焦りを感じるというか、買収に頼りっきりになっている気がするので、一旦リストから外します。ということで、トップ3は10%の割合、下の方が1%というようになっているんですが、 合計にすると S&P500 と同じぐらいの27%上昇です30種類だけ選んでこの上昇は結構いいんではないでしょうか他のファンドマネージャーよりは勝ってると思います現にキャッシュウッドさんのアークは1年で24%の下落ですとりあえずハナコティの勝ちということでただこれ使い方があるんですがこの中から保有率を高くするものを選んでほしいという気持ちで作っていますだからこういう使い方をしてほしいんです1基本は S&P 連動 または VTI などのインデックス株にする2全体の株価を上げるためにハナコティの中でこれはいいなというのがあったら選んでもらって全体の利率を上げる3例えば3位のグーグル67%の保有率が多かったら 保有の勝率は上がりますよね4、リスクレベルが書いてあるので、それは気をつけてください。1がリスクが非常に低くて、10が非常に高いという意味です。上位3位の Amazon、Apple、Google はリスク3だからあまり下落を心配しないでかけることができたということです。逆にテスラはリスクレベルが7ですから当たると大きいけどちょっと危ないよということです。上位3つで当たらなかったのは Amazon ですが、リスクが高い IPO 株みたいに50%以上下落とかなりませんよね。 それがリスクは低いということです。5、ここ特に重要。S&P レンドまたは VTI などのインデックス株は積み立てでいいと思うんですが、個別株は下落した時に買ってください。買うタイミングが必要です。それだけでもインデックスに勝ちます。なんでわざわざ調べて買うのか。それは一時的には下落しても最終的には上昇する株探しをしているから。これらの株はリスクレベルによるけど、最終的には上がっていく株だと思って選んでいます。 だから下落でで買えるんです。ということで去年の花子サーティの結果を見たところで今年2022年の花子サーティ。3いってみようポイントとしては私の場合は去年と同じなんですが 1IPO 株は危ないので一握りの良さそうなところだけにする2中国株は買わない3財務指標はしっかりしているだけではなくイノベーションがありマネジメントの賢さが見える会社を選ぶそれではとりあえず発表します それでは30位から30位はエクソンクリーンエネルギーは無理だということを人類は知ったそして原子力発電はまだ完全に安全とは言えないということでまだしばらくは石油は必要です石油株を一つも持っていないなということに気がついてどれにしようかと選んでみたらうーん最近2兆円ぐらいの天然ガスの減損を出していたししばらく大きな減損はないだろうからエクソンにしようということでエクソンにしました29位はターゲット アメリカに住んでいた時はターゲットも毎週末のように行っていました。ダウンタウンの会社の近くにもできたので昼休みによく行っていました。安いけどウォルマートよりもおしゃれだし面白いものが色々ある。アメリカでは結婚式とか赤ちゃんが生まれた時とかにギフトレジストリをするけれどターゲットはよく使われていました。お祝いに物を送るときにその主役が欲しいものをネットで選んでその中から自分が払える金額のものを選んで送るというシステムです。日本であまりしないですよね。 アメリカではギフトを送るときにギフトレシートというものをあげますが気に入らなかったらそのレシートを持って他のものと交換するというものですそんなんだったら最初から欲しいものを教えといてくれってことですね合理的ですね28位はクアルコム半導体ファブレス会社アップルが自社の M1 チップを作ったのでアップルへの売り上げが減るものの自動運転分野で BMW と組んでそちら方面でも頑張ろうとしているようです詳しいことは半導体株トップ10を見てね27位 ラムリサーチ。半導体装置の大手。やはり今後も重要です。ここがないといろんなところが半導体を作れない。ASML ほど調べてないのでちょっとランク下げました。詳しいことは半導体株トップ10。見てね。26位。ペイパル。ペイパルは去年下落した会社ですが、実力はあります。BNPL の IPO に足を引っ張られた感じです。 世界中の支払いをペーパルにできるし、アメリカでは弁護が若者の支払いに強いです。イーロンマスクのペーパルマフィア創業の会社、このままでは終わらない会計クラスもペーパルを使っていますが、世界中の為替のお支払い設定ができますので、日本円、米ドル、ユーロ以外のお支払い希望の方はメールでお知らせください。25位、ネットフリックス。順位は下げましたが、やはりネットフリックスは最強です。 株価はちょっと低迷していますが、コロナ禍が終わったらもっと良くなるのではないでしょうか。ネットフリックスはストリーミング会社だけではなく、メインは映画制作になってきています。去年もアカデミー賞の最多ノミネートでした。 2000年私がアメリカに引っ越した時には DVD 配達会社だったのに夢がある話ですよね。24位、レイセオン。大手軍需会社をどこか入れようと思ったのですが、どこも財務者票の良いお金持ちだし、技術力もすごいです。花子パパはレイセオンで昔働いていたので、身内の骨でここにしましょう。前にも言いましたが、宇宙関連会社がいろいろできていますが、米軍需会社の財力と技術力は半端ないです。 政府からの仕事が中心ですが、民間の宇宙旅行が儲かると思ったら、そっちに参入してくると思います。ジェフ・ベゾスのブルーオリジンは上昇してないけれど、バージン・ギャラクティックなんて怪しい会社の株は買わない方がいいと思います。冷静音動画見てね。23位、バンコブ・アメリカ。私が2000年に引っ越した時には、バンコブ・アメリカ、通称バンカメは、カリフォルニアではワシントン・ミューチャルと二大バンクという感じで、両方口座を持っています。 ワシントンミューチャル銀行はその後チェース銀行になってその後 JP モーガンチェース銀行になりましたがバンカメはずっとバンカメですバンカメが買収したメルルエージ証券はバンカメとリンクしているので使いやすいのでアカウントを持っています2017年にコインベースに私が暗号通貨の口座を作った理由はバンカメの顧客はいろいろと資料を提出せずに コインベースに口座が開けたからです。バンカメの口座から同時送金できて便利でした。JP モーガンチェイス銀行の方のネットバンキングは使いにくいのでバンカメメインで使っていました。とにかく使い勝手がいいです。22位、くら寿司。ここは半年前に調べて、この会社はアフターコロナ株で上がるよと言いました。そしたらどんどん上がって、結局去年は350%上昇。 さすがにこれは上がりすぎかもしれないけれどアメリカのくら寿司は日本の回転寿司と比べると正直味は落ちると思いますがロサンゼルスで週末は1時間待ちが多いぐらいの人気でしたお茶を3ドルとかで取るのはやめてくれと思いましたがさすがに調整はあるかもしれないけれど人気はあります21位ソニー我らがジャパン世界のソニーここは去年からウォール・ストリート・ジャーナルも推してるんですよね 私は2014年ぐらいから持っていたと思いますが、しばらく株価は低迷していたんですよ。そしたら2、3年前くらいからか上がり始めました。ゲームで有名ですが、私としてはやはりカメラで注目を集めてほしいです。iPhone 12のカメラに使われていたという噂もありますが、はっきりと発表されていないのでわかりませんが、性能がいいのは間違いないです。 20位、アプライドマテリアルズ。もう一つ、半導体装置の会社。ここがないといろんなところが半導体を作れない。半導体株トップ10を見てね。19位、TSMC。NVIDIA だ、AMD だ、言いますけど、製造してるのは TSMC ですからね。そして、我らがジャパンの新 s 科学やサムコのウェハを使って TSMC は製造しています。詳しいことはこの動画を見てね。 18位、ASML。半導体装置の大手、やはり今後も重要です。去年は中国が急いで半導体装置を買っていた感もあるので、今年はどうなるのだろうかというのはありますが、中国には古いタイプしか売っていない。SMIC には17よりも上を売ってはいけないというアメリカのエンティティリストがあります。どちらにしても製造の元は製造装置ですから、NVIDIA だ、AMD だ、言うても製造装置がなければ製造の TSMC も困りますから重要です。詳しいことはこの動画を見てね。 17位、ゴールドマンサックス。ゴールドマンサックスは先ほども言いましたが、IPO で稼ぎまくり、世間を賑わしていると思います。良くも悪くも、容量が良く、お金儲けが得意な金持ちという印象。買収、M、M&A、上場、得意。敵に回したら恐ろしい会社です。16位、アドビアドビはこの間の決算で下落して、通年では16%上昇で止まりましたが、決算自体は問題ありませんでした。 決算結果ではなく、来年の売上の見通しがアナリスト予想に届かなかったということらしいです。今回の決算の実際の数字ではなく、来年の予想で暴落したらしいです。確かに純利益は半分になりましたが、この理由は前年度の税金戻りでビジネスには関係ありません。他のテック系の格付けが下げられているのと一緒に足を引っ張られた感があります。今回の利益率も30%ですし、決算は今後もいいのが出ると思います。15位、コストコ。 日本にもあるコストコですが、アメリカでは家から10分ぐらいのところにあったので、毎月行っていました。メンバーシップを持っていた理由の一つは、1年に一度の眼科に行って、コンタクトレンズのアキュビューが安かったから、あとはグリルチキンが美味しかったから、チキンサラダにしてよく食べました。ここも CEO がやり手だと思いましたが、コロナ禍になったばかりの4月には、マスク嫌いのアメリカ人に店内ではマスクを供要したので、逆に安心ということで、客の入りが増えたとのことです。 そもそも大量販売しているので、買い物に行く日数を減らすのにちょうどいいということがありましたが、結構質の良いものを売っているのが一番の人気だと思います。埼玉にあるコストコにも行ってみましたが、店内の配置が全く同じだったので、物を探すのにも便利で懐かしくなりました。ここも CEO がやり手だと思いました。ところでアメリカではカスコです。14位、ホームデポ。ホームデポも私が長い間持っている銘柄ですが、DIY の大手ですね。木材とか買うわけじゃないのになぜかよく行っていました。 植木とかお花とかクリスマスツリーとか買っていた気がします。自社株買いで債務超過が大きい会社の一つでしたが、そもそも利益は毎年出しているし、コロナ禍でも売上好調の中、自社株買いを控えたので、債務超過は解消しました。CO e がやり手と感じました。去年57%上昇したので、まあそこは調整があるかもしれません。13位、インフォシス。インドの IT コンサルティングですが、売上は主に北米で年間売上1.5兆円レベルの大きな会社です。 財務諸表も安定しています。その中でもファイナンス系の IT サービスが多く、アウトソーシングなどのサービスもしています。私もアメリカで銀行員をしていた時は、PC のソフトウェアなどのアクセスができなくなると、インドのアウトソーシングにつながって、インドなまりの IT エンジニアがリモートで直してくれていましたが、英語が聞き取りづらかったです。今考えると、インフォシスのサービスを使っていたんじゃないかと思います。下手に最近の IPO フィンテック会社よりもこの会社の方がいいです。 去年47%上がったので多少調整あるかも。12位、イントゥイットターボタックスを提供しているイントゥイットこれは便利。アメリカでは会社が確定申告してくれませんから全員自分でします。会計事務所に頼まなくてターボタックスがあれば大丈夫。私もアメリカで起業しているし、米国籍なのでアメリカに税金を払っていますが、暗号通貨のコインベースや証券会社のパスワードを入れると自動的に全部計算してくれて手入力の必要がありません。 そして、毎年の減価償却もそのまま計算してくれるので、私の場合、個人事業主なので、計上の仕方のオンラインカウンセリングなどを含めて、去年の確定申告はターボタックスに300ドルぐらい払ったと思います。米国民を一度掴んだら離さないシステムです。去年73%上がったので、多少調整はあるかも。 11位、テキサスインストルメント。デジタルとは違って話し言葉を理解するアナログチップ。TSMC の創業者、モリスちゃんを育てたのは TI ですよ。詳しいことはこの動画を見てね。10位、コインベース。黒字の IPO でしたが、去年は23%下落しました。暗号通貨はもっと上がると思うのですが、2022年か2023年かはわかりません。法が整備されてきたら、政府のリストに載っているコインベースが強くなると思います。 ちゃんとリストに載っている業者から暗号通貨買った方がいいですよ。バイビットとか載っていませんからね。9位、インテル。ンナの何ナの言う人は AMD だ、NVIDIA だと言いますが、インテルは設計から製造までできる職人ですからね。製造委託を TSMC にするなら誰だってンナの作れますよ。今後は米政府が TSMC 潰しを始めるかもしれないので、インテルの方にしておいた方が安全かもしれません。 詳しいこことはこの動画を見てね8位チポートレチポートレは今年も引き続き保有したいし結構花子が長く保有している銘柄ですメキシカンのファーストフードですが野菜がいっぱい入っていてフライドポテトとかと違って油をそんなに使わないブリトーとかサラダなのでご飯を作らない日のお母さんの罪悪感を減らします花子の推しはアボガドとサワークリームが入ったチキンブリトーです時々食中毒事件がある時株価が下がります7位オラクル 去年は IPO フィンテックが流行りましたが、オラクルはフィンテックの王道だと思います。銀行などの大手に強いので安心感あり。6位、キーサイト。キーサイトは簡単に言うと機械の動きを心電図みたいにして検査できて、故障とか不具合とか発見できるみたいな機械を作っているようです。宇宙、航空、自動運転といろんなものに使うし、ボーイングの飛行機の不具合をチェックしてほしいと思いました。 マイザーさんが乗っていたロケットとかも発射の時怖いから発射前にその心電図みたいので検査してほしいと思いました。5位、マイクロソフト。去年は何度かアップルを抜いて瞬間時価総額1位になったマイクロソフト。やっぱり IT の王者ですよ。マイクロソフトは当たり前すぎていつもコメントが出てこない。4位、テスラ。 テスラはもういい加減説明に飽きたと思いますが、トヨタつぶし、米政府の後押し、イーロンマスクの宣伝力です。あと、次の決算で、累積赤字がなくなると思うので、そこからがガーファの仲間入りですね。あとは動画を見てね。それでは、第3位。アルファベット、Google。前回と変わらず、Google です。Google も YouTube を中心に世の中を変える影響力のある企業で、しかもお金持ち。 今回は自社株買いを何兆円として、しかももっとすると言ったので、株価がかなり上がりました。Web3 になったら Google とかダメになるという人いるけど、もしそこまで影響力があるのに Google が動いてないとすると、そこまで現実味がないか、世の中コントロールしている人がやる気がないか、だと思います。ちなみにイーロンマスクは、Web3 は Bullshit、無価値と言っています。世の中はどんなにいいものでも、金持ちが動かないと何も起こらないです。まだ先はわからないですけどね。 2位、アップル。アップルもどんどん進化します。コロナ禍前の年間純利益は6兆円でしたが、2021年の純利益は10兆円を超えました。時価総額世界一の文句なしの有料企業です。そして、栄えある1位は、アマゾン。2021年の伸びは弱かったですが、前回と変わらず1位はアマゾンです。 アマゾンは最強ですよ。とにかくお金があるから儲かるビジネスがあれば人材ごと持っていくと思うのですぐに進化する。オンラインショッピングではなく AWS です。結局自社株買いはしなかったので株価は上がらなかったと思うけど、amazon はそんなんで株価上げる必要がないと思ったんでしょう。 去年それほど上がらなかったということもあり、まだまだ伸びしろあり。ということでまとめると、1位アマゾン、2位アップル、3位グーグル、4位テスラ、5位マイクロソフト、6位キーサイト、7位オラクル、8位チポートレ、9位インテル、10位コインベース、11位テキサスインスルメンツ、12位イントゥイット、13位インフォセス、14位ホームデポ、15位コストコ、16位アドビ、17位ゴールドマンサックス、18位 ASML、19位 TSMC、 20位アプライドマテリアルズ21位ソニー22位くら寿司23位バンコブアメリカ24位レイセオン25位ネットフリックス26位ペイパル27位ラムリサーチ28位クアルコム29位ターゲット30位エクソンあごめんいろいろいいところ気がついてパランティアはちょっと外しましたやはりアナリストが格付け下げてくるしでも私の保有はやめません ということで、皆さんはどう思いましたか ?2022 年も皆さんが投資で成功できるように動画を出していきたいと思いますので、高校生でもわかる米国株、ぜひ登録してください。今回の分析が皆さんが株を買うときの一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それでは、さようなら。 高校生でもわかる米国株初心者でも大丈夫、会見オンラインクラス、2022年1月からの新しいクラスを申し込みスタートしました。途中大会 OK、クラスは1月8日または9日から YouTuber に頼らない自分で米国株を選べるようになるをモットーにしています。クラスは4種類あって、1、プレミアム5コース、毎週日曜日16時1年、募金から学ぶ初心者のためのコースです。対借対象表を主に学ぶので、深い分析を目指す人に最適です。 米国公認会計士テストに必要な単位のテキストブックを使います。2、米決算基本3コース。毎週日曜日17時、募記は学ばずにすぐに決算書分析ができるようになる初心者クラスです。お試しに取るのにちょうどいいです。3、もっと米決算基本2コース。 毎週土曜日21時、米決算基本3コースよりさらに細かい内容を勉強して終了したら実践コースレベルになる初心者クラスです。4、実践コース、毎週土曜日朝10時、随時、 会計の知識がある人のためのクラス。毎週、米国会社1社を選んで深い分析をします。1、プレミアム5か ?3、もっと米決算クラスを終了した人のためのクラス。オンラインクラスの概要。YouTube 限定公開でライブレッスン。毎週末1時間。別途、録画あり。決算直近の会社を使って勉強します。EverNote 無料を使ったレッスンメモ。コピー可能。 お支払いした時点からレッスン動画にアクセス可能1月9日以降お支払いした時点からレッスン動画にアクセス可能1月9日以降ディスコードを使ったコミュニティでメンバー同士で情報交換、レッスン、質問詳しいことは www.financewithhana.com まで花子はあなたを待ってます